どうもミルクックでーす。キラーン。はい、ですね、カエルさんの生配信、雑談生配信来てくださった皆様、はじめまして、来てくださった方々、そしてお呼びくださったカエルさん、一緒に楽しいお話しさせていただけいただいたあさみさん、とむこさん、すべての皆様ありがとうございました。ですね、私は出させていただいて2回目だったんですけど、ねあまり緊張はしないんですけど、こういうの雑談とか楽しいから全然、またセリフとかだと全然緊張するんですけど、きっとちょっと照れとかもあったりまだね、皆さんの前でそんなセリフとかもね、そんなリアルで言ったことのないから、いつもこうね、お電話ボイスとかでお話しさせて、お話じゃないわ何言ってんだミルクックバカ。うん、恥ずかしくてねでもこういう感じで雑談のそういう枠に呼んでいただけたことがね、もうむしろもうなんか呼んでいただけるだけでもすごいありがたいのに、2回もですね、今月お呼び いただいて本当にもうありがとうございました。本当にもうお呼び立ていただいてね、本当に私のなんかそのフェチの話とかね、ちょっとね、くびれが好きっていうお話をねしてしまってバレちゃいましたね、私のフェチがバレてしまいましたねねえ、なんかそんな恥ずかしかったで、なんかそうそう、ちょっと私もここでなんかこう振り返りというかしてさせていただきたいなと思ってるんですけど、なんかちゃんと皆さんのこうお話しすることにちゃんと相槌打ててたかしらとか、こういろいろねいろいろこう考えたというか、ちょっと待ってねBGM がね、ちょっとねBGM がファシャってなっちゃったんだけど、ちょっと待ってね、うん、はい、戻ってきましたすみません、ちょっとYouTube のCM がさ暴れててさ、ローラの声がちょっと入っちゃったけど今回の私の点数というか、なんというか、ちょっと40点ぐらいだったなってすごい申し訳なく思ってるんですけど、ちゃんとねこうしっかりとした相槌を打ちたかったな相槌をね打ちたかったなとちょっと後悔しております。でもね、楽しく話せたからすごく嬉しかったし、すごいなんか周りの皆様がこうゆったりお話しさせてくれたから楽しいお話できたのかなって思ってます本当ありがとうございました。次は29日かな、楽しみですね。またメンバーが違うので、どうにかどうにかね、楽しく場を盛り上げれたらいいなと思っております。うん、それとそうそう、なんか途中でそのリスナーの方でもうその外国の海外の方にこう話しかけられたら
こうどうするみたいな話題があったと思うんですけど、私も実はそう経験がありまして、私の職場に、私ちょっと販売系のお仕事をしてるんですけど、私の職場によく遊びに来られるんですよ、そういう海外の方。意外と来られるんですけど、私がお話ししたのは最近だと、ですね、あ、そう、女の人で、もう思いっきり多分アメリカ系の方なんですよね。金髪のブロンドですごい素敵な方だったんですけど、クリスマス時期かな、去年のそんくらいにパッて入ってきて、クリスマス前ぐらいに、はぁと思って、どうしましょう、海外の方だわと思いまして、これどうしようと思って、でも分かんなくていいやと、なんかこう言葉の壁を越えたらこうハートで伝わるでしょうと思って、意を決して話しかけに行ったら、めっちゃくちゃ日本語上手で、その人がなんかこっちに住んでちょっと経つって言ってて、しかも日本に来て結構日本で働いてるのよって言ってて、え、何のお仕事ですかって言ったら、あ、学校でねって、学校の英語の教師なのって言ってて、いや、英語の、あー、先生だったんですねみたいな感じになって、で普通になんかちょこちょこ英語混じりでお話ししてくれたから、なんかちょっとお勉強にもなったりしてそういうこともありました。だったり、あとその職場の近くにはそのね、まあ、便利なお店があって、よくみんなが行くねお店があって、すごく雪が積もった日があったんですよ、冬場の。それも冬場でした、いつの年かあったんですけど、その時にもうなんか雪積もりすぎてタクシーも通ってないし、わーすごいなーと思って、私はその会社の備品を買いに行ったんですけど、そこに、でそしたらね、なんとなんかレジの前ら辺でこうお会計をしてたらですよ、レジでお会計してたら、なんかいかにもこう海外の方、海外からのこう観光客の方が3人ぐらい、もうなんか1人の男性とねお話ししてて、ずっとなんかこうこうこうみたいな、もうすごいすごい圧がすごくて、でもちょっとこれなんか、あ、困ってるのかなってちょっと思っちゃって、ちょっと勘が働いたんですよ、その時。なぜかで私なぜか自分から話しにかけに行っちゃって、なぜか何の自信って感じなんだけどでもうちょっとどうしたのみたいな感じ、もう普通に私もその時日本語で話しかけちゃって、何があったんですかって言ったら、こうホテルみたいな、ホテルで、ホテルの名前も言ってて、あーって言って、タクシー捕まえようかみたいな感じで、こっち案内するよって言って、タクシーが通ってるところで、こう本当に会社の前ら辺に道路があってね、まあ、そこタクシーが通ってたから、こう手挙げて、ヘイタクシーってやってたんですけど、なかなかね雪の日って止まってくれないんですよ、全然止まってくれなくって、え、マジって思ってたら、まあ、その向かい側で止まってくれたタクシーの1台のタクシーがあって、もうそれに乗って帰って、もうセンキューってめっちゃ叫ばれて3名の愉快な海外の観光客の方にセンキューってめっちゃ叫ばれて、気をつけてって普通に言っちゃいましたそんなこともありました。なんだかちょこちょこありますね。なんか他はなんかその普通に店長が話してたんですけど、そのね、世界を自転車で横断してるドイツ人のすごいイケメンな男性とかたまたまお会いしてっていうこともありました。いや、でもね、たくさんお話できてよかったです。長々とすみませんが、また29日お邪魔させていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで、おつくっくー。